はい、皆さんこんにちは。今日は英語のフレーズ get to について取り上げてみたいと思います。この get to の使い方って日本ではあまり教えられてこなかったなと思うんですけれども、イギリス人と話していると結構この get to が会話の中では出てくるので、今日はこの get to の使い方についてイギリス人のネイティブスピーカーからシェアしていきたいと思います。では早速ですが始めます。Okay, so we're going to look at the five phrases, and starting with the most obvious one, I guess, is to get to a place. So for example, what time will you get to the station? この get の使い方について5つ取り上げていきたいと思います。で、まずは get to place, get to 場所の使い方です。で、例えば何時に駅に着くんですかっていうような使い方ができます。Yeah. The next one, we can use it as get to know or get to understand. Example sentence, I got to know him whilst at university. 2つ目の使い方としては get to know とか get to understand。知ってるとか理解している。っていう使い方があって、まあ、例えば私は彼のことを、まあ、大学から知ってるっていう例文が挙げられます。Yep. The third one is when someone is given permission. For example, a child saying to their parent, How come she gets to stay up late and I can't? 三つ目がなんかその許可がある状態っていう意味でこの get to が使われますと。で、例えば、なんで彼女は遅くまで起きていることができるのに、私はそれがダメなの?っていう意味で使うことができます。The fourth one is, when something really annoys you. So, for example, his constant humming really gets to me. I can't concentrate. 四つ目のこの get to の使い方としては、何かすごいイライラさせられることがあるときに使えるということで、まあ、例えば、まあ、彼がずっとなんかふんふんふんってハミングしてるのがすごいイライラするっていうときに使いますと、まあ、集中できませんっていう感じですね。 Yeah, and the last one is when somebody's given an opportunity to do something, and this we use in the past tense. So for example,I got to meet the queen last week. 最後5つ目の使い方としては、何かその自分に対してその機会が与えられた時、何かその機会があった時に使えるということで、まあ、基本的には過去形で使われます。なので例文としては、先週エリザベス女王に会えたんだって感じで使えるということなんです。でもこれって、I got to meet my friend last week っていうふうに使うことってできますか? No, no. Because it's only used for special opportunities or rare opportunities. なんか普通に先週友達に会ったんだって言いたいときは、この I got to meet っていうのは使わないっていうことなんですね。この got to を使うときっていうのは本当に貴重で滅多にない機会。があったとき、まあそんな状態で誰かに会えたときに使えるってことですね。Yeah, so for example, you could say in that context, I got to meet my friend again after 20 years. だから滅多にないっていうことであれば、例えばその20年ぶりに友達に会ったって言いたいときには、I got to meet っていうふうにこの get to、まあ got to、過去形ですから got to が使うことができるってことですね。Yeah. はい。わかりました。ありがとうございます。Thank you very much. You're welcome. はい、いかがでしたでしょうか。今日のフレーズは以上になります。ではまた次回のフレーズでお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。